どの面避けて生きていくつもりだ。俺に肉体を奪われ、姉を殺し、差し出された手をすら拒んだお前が、そうだ、お前が助けた小僧は大勢人を殺したな。諦めろ、お前はもう真っ当になど生きていけない。俺に任せておとなしくしていればいいんだ。なんでそんなに必死なんだ。最後の一本残ってるだろ、シクナの指。呪術になり方が決まっているなら、ここで虎杖に雑に剥がされたらあんたは死ぬ。どうする、スクナ。伏黒を解放しろ。もう一度俺の中に戻るなら殺さないでやる。スクナ、お前は俺だ。知らず知らず呪いを背負って生まれて、どんな化け物になるかは運次第だった。俺にはじいちゃんがいた。スクナ、もう一度やってみよう。誰かを呪うんじゃなくて、誰かと生きるために、誰にも受け入れられなくても俺だけはお前と生きていける。ここまで愚行を演じ切ったことは褒めてやる、虎杖悠仁。なめるなよ、俺は呪いだぞ。